んが今日は僕は自殺と戦います。タイトルバックを考えたいなと思います。はい、あ自殺です。転生したら桜井の戦士だから皆さん、こんにちは、こんばんは、ハロー、ニーハオ、井上雅洋です。今日はですね、小学校の方に、来ております。で、この小学校ね、もう今廃校となってるんですけれども、見てください、これ。めちゃくちゃ教室でしょ、これ、ほら。でね、このね、この机と椅子、これまだ座れるかなと思ったら、もうこんななんですよ。わかります?これ。もうね、あのね、小学校の机、座れなくなっちゃいましたね。はい。で今日なんですけれども、まあ、チャンネル回す予定はなかったんですけど、まあ、急遽今日ね、あのアクションのあのシーンを、まあ、撮るときにまたねアクロバット、前宙をいきなりやると、まあ、現場で言われましたので、もしかしたら怪我してあの病院送りになってるかもしれないですけど、頭から落ちてね、まあ、そんなことはないと思うんですけれども、まあ、うまくできるかどうか、やっていきたいなと思います。行ってきます。マジでくらい。これ何も見えてないんじゃないかな。見えてるこれ。意外と iPhone ってすごいね。めちゃくちゃ明るいじゃん。よー、はい。最初のカット終わりましたね。はい、また続いてのカットいきたいと思います。どうですか、そのスーツ動きやすいですか？下がとにかく滑るんで。あ、下が滑るから。あ、まあそうですよね、これすげえ滑りますよね、この下。そこだけ気をつければ、はい、なるほどなるほど。ちょっと新鮮ですね、戦うの。そうですね、はい、これだけですからね、ここからよろしくお願いします。かっこいいけどもうちょっと見たいよね。もう分かりました。ちょっとじゃあ溜めますわ、もうはい、ということで次はトランプでございます。ほら見て、マットが入ってます。これでね、僕は守られるわけですよ。あ、トランプに行きました。あのトランポリンで、まあ、撮影はね、特撮の現場あるわけですね。こういうトランポリンで飛ぶっていうのは、もう、スーツアクターの方も、まあ、あのトランポリンで飛びますし、生身の、まあ、人、まあ、なかなか生身の人でアクションするって少ないんですけど、生身の人も、まあ、やるときはあれでトランポリン。こんな感じですね。はい。ここに着地します。ちょっと一回やってみますか。じゃあ一回やってみます。おお、なるほど。もうちょい、はいはい。あ、なるほどなるほど。上に止めろ、勝手に前に。あ、これこうやっていいですか？やってないです。あ、オッケーです、オッケーです、オッケーです。難しい。
そう。行きます。はい。こっちの方がいい。宙返りはだんだん慣れてきて、まあ、いい感じなんですけど、あの蹴りと横の蹴りを避けるっていうのなんで、ただ宙返りをすればいいっていう感じじゃないんで、蹴りをあくまで避けるっていうのを頑張りたいなと思います。ここで動いてるから、うん、ちょっと遅いです動き出すわ、うん、あーだ、ま、よーい、はい、カット、ありがとう、さあ、いけてるのか、はい、行きまーす、全く動作の感じはありました、そうですね、まださっきの大事なの、はい、はぁ、あ、じゃあ、オッケー、ありがとうございます、おいっす、ようやく OK 出ました、結構飛びましたね、なんか後半慣れてきました、トランポリン、はい、ということで、ね、この深夜でしたけれども、トランポリンのカット無事に終わりきることができました、最初ね、ちょっとね、やっぱこう慣れるまでこう背中から着地しちゃったりとかしたんですけど、まあセット変えたりとかやりやすい形とか、まあそういうの試行錯誤して、まあ後半の方はあのしっかりとできるようになりました、よかったです、かっこいいアクションシーンになってるといいなというふうにも思いますので、まなぜね僕がジサリスと戦っているのかっていうことも含めて、皆さん本編の方を楽しみにしていてくれればなと思います、それでは皆さんまた。この動画の未公開映像はメンバーシップ銀会にて公開、金会では月1で限定生放送もやってるので、よかったらぜひ入ってみてください、また別動画もよかったら見てね、チャンネル登録を忘れなく、次の動画でまた会いましょう。